はい、ケラモフと中島太一。まあまあ、これも結構楽しみにしてたんですけど、いや、こんなあっさりケラモフが勝つとは思わなかったっすね。ケラモフ、まあまあ、もちろん当然強いのは、みんな格闘技ファンは知ってるけど、で、中島太一も強いはずやねんけど、その中島がね、まあ、あっさり、三角でやられるとは思わんかったね。いや、中島はグラップリング強いはずやねんけどね。まあまあ、スタンドでちょっといい打撃は当てたりはしてたけど。テイクダウンされてからもうあっさりマウント三角決められたね。中島も功と互角レベルの試合してる選手やねんけど、その中島がさ、こんなあっさりやられたら、もう、日本とその世界の差がもう、だいぶ開いてるって感じやね。斎藤が判定まで行っただけでも、奇跡かなと。いやでも、あの時は隔離もあったからね、ケラモフ。次やったらもう、やっぱケラモフ、フィニッシュするんじゃない？マジで。で、今回のコンディションのケラモフやったら、朝倉未来も含めて、日本人全員 KO もしくは1本で負けるんじゃないかな。ほんまクレベルぐらい、ライジンで言ったら、太刀打ちできんの。いや、見てみたいね。いや、これ、きついよ。次、斎藤とか、牛久とか、だと、太刀打ちできへんと思うね。なんていうかもう、獣やしね。動きとか。これ、日本人だと、組み合った時に、やばいって思うんじゃない？さすがに。化け物だよ、これは。打撃だけじゃないしね。あんな、マウント三角とかもできるし。やばいと思うけどね。ほんまに。次、誰やろ？まあまあ、ケラモフと、やり合えんの？タイミングの話で、もしかしたら、クレベルと、次期挑戦者決定戦、挟むかもしれんね。牛久と斎藤の勝者、どっちが勝ち上がるか分からんけど、じゃあ仮に斎藤が勝ってもすぐにタイトルマッチはできないから、何ヶ月か休むとして、その間に次期挑戦者決定戦で潰し合いは行われると思うんで、次、ケラモフ、クレベル、もしくはミクルの次期挑戦者決定戦じゃないかなと思います。はい、以上です。